ドルーリー・シュエーリー、体も軽く、調子も上がってきた、1500メートル中国高校新記録で中国総体 V。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上中国高校総体第1日、2023年6月16日、岡山式ライトスタジアム、女子1500メートル決勝が行われ、 岡山県高校総体2冠のドルーリー・シュエーリ、シェーリ、津山高一年が4分16秒76で初優勝した。中国高校記録、4分17秒64を更新し、この結果により、全国高校総体への出場を決めた。予選1組を4位で通過。決勝では、序盤は3番手あたりでレースを進める。ラスト1周の前で2位に浮上し、残り300メートルでスパートをかけ、 残り200メートルで先頭に、そのままリードを広げてトップでゴールした。津山港の選手で同種目を制するのは史上初めてで、これまでの自己ベスト、4分22秒60、も更新。2位は森安桃風、銀河学院高で4分20秒42だった。入りの400メートルで良いペースに乗ることができ、レースの流れを作ることができました。体も軽く、調子も上がってきました。 応援も力になりました。決勝を終え、大会側を通じてコメントしたドルーリー。今年1月15日の都道府県大公女子駅伝で不間心記録を出し、17人抜きを演じて注目を集めた。高校に行って、インターハイに出場して少しでも活躍することが目標と語り、この春、拡散中を卒業して津山港に入学した。800メートルと1500メートルで美浦坂地区予選。 岡山県大会を勝ち上がり、中国高校総体に出場。今大会の上位6人が7月22日に開幕する全国高校総体。陸上は北海道に進出する。ドルーリー、1500メートルで中国高校新記録。全国高校総体へ、応援も力になりました。4分16秒76で優勝。中国高校総体、陸上、16日、式ライトスタジアム。 今年1月の全国都道府県対抗女子駅伝で、17人抜きの区間新記録で注目を浴びたドルーリー・シュエリーリ、シュエーリ、15、津山が、1500メートル決勝に出場し、自己ベストの4分22秒60を6秒近く更新する4分16秒76で初優勝。岡山高校記録、中国高校記録を更新し、6位以内が出場できる全国高校総体、8月2から6日、 札幌への出場も決めた。この日午前に行われた予選は、4分36秒60の1組4着で通過していた。決勝12人中1年生が3人の中で、ドルーリーは序盤から3番手をキープ。残り400メートルで2位に浮上すると、残り200メートルでトップを走っていた森安桃風、3年、広島銀河学院を抜き去り、スパート。持ち前の大きなストライドで差を広げ、 ぶっちぎりの優勝を飾った。今大会は800メートルとの2種目に出場する。中学時代から目標に掲げてきたインターハイでの活躍へ、まず1500メートルで出場権を手にしたドルーリンは、レース後に同行を通じてコメント。入りの400メートルでいいペースに乗ることができ、レースの流れを作ることができました。体も軽く、調子も上がってきました。 応援も力になりましたと地元開催の声援に感謝していた。陸上競合校ではなく、地元の進学校に進んだところを見ると、きちんと自らの意思に基づいた地に足をつけた生き方を選んでいるように感じます。学業も競技も、どちらも頑張って、ドルーリーさんの記事には、騒ぎすぎとかわざわざ記事にするほどの実績はまだないってコメントも多いですけど、 そういう人も含めて記事になれば見る人が多いのだから記者は書きますよね。要するに本人も言っている通り長期を一した取材や一般人が無断で写真を SNS にアップしたりすることが問題なだけ。節度ある取材や報道でさえあれば報道されるそばだってむしろ嬉しいものだったりします。高校女子1500メートルの歴代記録は4.07、コンマ86。15位タイだが1年生ではトップ。 2年あれば9秒くらいは伸ばせるだろう。良い記録ですね。まだ高1、高2になると今より身体も強くなる。ゆっくりステップアップすれば良い。3年後田中選手と争ってるのところを見たい。今は順調にタイム伸びますように。そうだ。この夏は北海道に行こう。